はい、皆さんこんにちは、ネクストフィットケントです。今日もよろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、タイトルにある通りですね、久しぶりにパーソナルトレーナー論についてお話をできたらなというふうに思っております。で、以前から見てくださってた方はもちろんご存知だと思うんですけれども、最近僕のチャンネルを見つけてくださった方っていうのはね、僕は何をしてるかっていうのはよくわからないと思うので、あらかじめ簡単にご説明をさせていただくと、僕は今パーソナルトレーニングのジムを1店舗経営していて、自分でパーソナルトレーナーもしております。で、実際に自分がこうやって動いていて、パーソナルトレーナー育成の専門学校だったり体育大なんかで教えてくれる内容と、それから実際に自分がじゃあ現場に出て使う時に必要になってくる情報って若干ズレがあるのかなっていうふうに普段から感じております。今までも大体15分ぐらいですかね、動画を作ってこういうふうにお話をしてきたことがあります。で、興味がある方は再生リストに載っておりますので、パーソナルトレーナー論っていうところをチェックしていただきたいんですけれども、今日もなかなか学校では教えてくれない内容についてお話をしていきたいというふうに思います。で、いつもトレーニングの知識だったりっていうのをね、僕のチャンネルに期待して見てくださっている方に関しては、今日はとても退屈なトピックになっちゃうと思うので、ぜひそういう方は、ね、次の動画を見ていただけたらというふうに思います。それでは行ってみましょう。はい、で、今日お話ししていく内容っていうのは、タイトルにもある通り、学校では教えてくれないパーソナルトレーナー論ということなんですけれども、以前僕がお話ししている通り、解剖学だったりとか、トレーニングの知識、トレーニングの指導方法といったところ以外にもですね、集客方法だったり、それから法規的なところだったりっていうところで、学校で教えてくれる以外のところが実は大事なんだよっていう話をしてきたという思います。今日お話しする内容っていうのは具体的に3つありまして、内容っていうのはこれから独立しようと、トレーナーとして独立していこうと思われる方にとって必要だなと思われる情報になります。で、3つありまして、1つ目が保険の話ですね。で、2つ目がじゃあジムでね、プロテインとコーヒーを出そうと思った時に、そのお客さんに提供してしまうと、もしかしたら犯罪になってしまうかもしれないよっていうところ。で、もう1つは防火管理者っていう、事務手続きが、ジムを起業するにあたって必要だよっていうところ、この3つをお話ししていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。で、早速1つ目、保険の話についてですね。で、保険っていうのは皆さん意外とあんまりこう気にならないかもしれないんですけれども、トレーニング指導をしていると、重たい重りとか機材っていうのは周りにおそらくあると思われるんですよね。で、そういったものが故意じゃなくてもお客さんにこう危害を加えてしまったりだとか、お客さんが使い方を知らなくて、で、ちょっとよそ見をしている間に怪我をしてしまったりだとか、そういったリスクっていうのはゼロではないんです。で、どんなに凄腕のトレーナーだとしても、この怪我のリスクっていうのはね、0% っていうことは絶対に不可能だと思うんですよね。自分がどんなに気をつけていても、地震が来てしまって器具が倒れたりっていう可能性はゼロではないというところで、保険ですね、正確に言うと損害賠償責任保険という名前だと思うんですけれども、お客さんに何かあった時にその金銭的リスクを避けるために入っておく保険っていうのは絶対に必要だというふうに僕は思っております。で、この保険なんですけれども、誰でも入れるわけでは実はないんですね。ほとんどの保険っていうのは公認の団体に所属していたり、あとはパーソナルトレーナーの資格を発布しているような団体が、その資格者に対して出しているような保険、こういったものがメインになります。例えば僕だと NSCA という団体の CPT という資格を取っているんですね。 NSCA の有資格者だけが加入できるパーソナルトレーナー向け保険というものがあって、これが森永リスクコンサルティングという会社が代理店になって出している保険なんですけれども、僕はこういう保険に入っておりますと。で、何かあった時のその賠償額は1億円がマックスなんですけれども、この賠償金の額だったり、それが保証される内容っていうのは保険によってまちまちなので、皆さんがどの保険を取るか、ぜひお問い合わせだったり事前に調べていただいて見ていく必要があるのかなと思います。で、中には資格を持っていなくても取れる保険はあります。で、それどういうことかっていうと、その会員になっていれば、年会費を払ってその会員になってさえいれば資格を取れる、パーソナルトレーナーとしての活動にわたる損害賠償責任保険に加入できる権利が会員についてくるみたいな特典もあったりします。あとは資格を取るだけでプラスアルファお金を払わなくてもその保険に加入できるっていうものもね、実はあったりします。で、これはですね、実際就職している人もすごい考えていただきたい問題でして、おそらくこれを見てくれてる人は就職してトレーニング指導をお客さんに行っている場合、何かそこでトラブルだったり怪我をしてしまった場合って、使用者責任っていうものがあって、その方をですね、雇っている方が何かあった時のその賠償責任っていうのの一部または全部を担うと思うんですね。ただ就職しているから保険に関しては無知でいいっていうことではなくて、何かあった時のためにやはりそういった保険に加入している、またはその自分が所属している団体がどういう保険に加入しているのかなっていうところはね、ぜひ頭の片
休みにも入れておいていただければいいんじゃないのかなというふうに思っております。これは自分でジムを開業している、またはこれから自分でジムを開業されようと思っている方だけではなくてですね、フリーランスで場所を借りてトレーニング指導を行っている方にも同じことが言えます。でフリーランスで場所を借りてトレーニング指導を行っていても、その借りている場所で何か事故なんかが起きた時に賠償責任の所在っていうのがどういう形になっているのかっていうのはね、事前に契約書なりしっかり把握をしていく必要はあるのかなと思っていて、中にはスペースマーケット保険なんかで貸主がそのスペースを貸した後にそのスペースで何か起きた事故に対して賠償してくれるような保険に入っている場合ももちろんあるんですけれども、そこがどういう状況になっているかで自分の負担額っていうのは大きく変わってきますので、場所を借りてトレーニングされている方も、人事ではないというか、自分はもちろん入るっていうこととプラスでどういう保険の関係になっているのかっていうのをご理解、それから教えてくれなかった場合はね、しっかり問いただして聞いていただくのが最低限必須なのかなと思います。逆にちゃんとしているジムなら、おそらくトレーナーの方がちゃんと保険に入っているのかっていうのは事前に確認されたり、それが証明書のコピーだったりっていうのを出してくれって言われたりすると思います。はい、というところで長くなってしまったんですけれども、次のトピックに入っていきたいと思います。で次のトピックっていうのが、僕はコンサルをやってて非常によく出てくるお話なんですよね。で皆さんがジムを、自分のジムを開きたいってなった時に、そこでプロテインだったりコーヒーをお客さんに提供したい、トレーニング後にっていう場合って結構あると思うんですよ。でその時に勝手にというか、まあ普通にジムを開いてプロテインだってコーヒーを提供してしまうと、実はそれは犯罪になってしまう場合があります。ただ僕がコンサルしててすごい思うんですけれども、多くの人っていうのはそれをあんまり気にしてないというか、黙ってやってしまおうかなと思ってるわけではないとは思うんですけれども、そもそもそれ自体を知らないっていう方が結構いらっしゃるんですね。で例えばプロテインもコーヒーでも、それを水に溶いて販売するのか牛乳か分からないですけど、それをお客さんに提供するにあたって食品衛生法上の飲食店営業許可というものが必要になってくるんですね。何か調理するようなお店を開くときに必要だなって思われる方はたくさんいると思うんですけれども、プロテインを混ぜたりコーヒーを作って提供するだけでも実はこの資格は必要になってきます。でこの申請自体は結構簡単にできるんですけれども、この申請をするにあたって持っていなきゃいけない資格っていうのが一つあります。それが食品衛生責任者っていう資格なんですね。まあ、食品衛生責任者、どういうことかっていうと、食品衛生に関する知識をちゃんと持っている人がそのお店に一人いるかどうかっていうことなんですよ。で実は食品衛生管理者というものがあってですね、それと食品衛生責任者よく間違えられるんですけれども、この食品衛生管理者というものは工場だったり食品の製造するところで必要な主な資格になってきますので、これっていうのはプロテインだったりコーヒーだったり食べ物を提供する場合には必要はないんですけれども、その食品衛生責任者という資格を持っていないといけないと。とは言ってもですね、これは講習受ければ1日で大体1万円ぐらいですかね、僕1万何百円かで取れたと思うんですけれども、8時間ぐらいの講習で実は取れるものになっております。で食品衛生責任者の講習終わって、食品衛生責任者っていうものを取った後に保健所に届け出をすると。でこの時に届け出る飲食店営業許可の種類っていうのは実は40種類以上あって、自分のジムで提供するものだったり、それから提供方法によってこれらは変わってくるので、事前に保健所に問い合わせていただくのが一番いいのかなとは思います。でですね、保健所に届け出をしていただくと、でそうすると施設基準がいろいろあるんですけれど、どれくらいの広さであったりとか、厨房がどれくらいのスペースがないといけないとか、まあ、そういうことがいろいろあるんですけれど、それを満たしているとこの保健所の方が来て立ち入り検査というものがありまして、でそれが最後まで終わると、じゃあ営業していいですよっていうゴーサインが出ます。なので勝手にじゃあ今日始めて明日がプロテイン販売しようというわけには実はいかないんですよね。だいたい営業開始の一番早くても1週間前まで飲食店営業許可を出してくださいというふうに言われているんですけれども、1週間でね実際不安なので、2週間とか1月前に出していただくことをお勧めします。はい、はい、で最後にお話しするのが防火管理者というものになります。でこれは消防法上で定められた、いわばですね、何か自分でお店をやったり施設を持っていたりする場合は防火管理者のプロを一人置いてくださいという資格になります。でこれは実は規模だったり、それから出入りされる人数の数なんかによって、公主・没主という2つのパターンに分かれております。公主っていうのが結構大規模な施設といいますか、で大人数の不特定多数の方が出入りするとか、そういった施設ですね。でこの没主っていうのは比較的規模の小さいような施設になります。で自分の想定されている施設、また自分が持っている施設がどっちに当てはまるかっていうのは、消防庁の方に問い合わせていただければお答えしていただけるというふうに思っています。僕のジムだと大津市っていうその小さい方で6500円ぐらいだったと思うんですね。でやはりこれも1日の講習で取れるものなので、
まあ、どちらにしてもすごい時間がかかって面倒くさいというものではないんですけれども、これを知らないのとね、知っているのとではすごい大きな差が出てしまうかなというふうに僕は思っていたので、今日こういうお話をさせていただきました。またなかなかこういう情報って学校だったりそれからインターネットでも教えてくれなかったりするんですよね。で、知らずにやっていて足元を救われたりっていうことがなきにしもあらずなので、こういったね、保険だとか、まあ、少々の事務手続きっていうものはぜひ押さえておいていただければなというふうに思います。今日もダラダラ喋っちゃいましたけど、最後までご覧いただきましてありがとうございます。で、今日お話しした内容をはじめ、こういったなかなか学校ではね、教えてくれない内容、例えば集客方法だったりとか、マーケティング、ブランディングの方法とか、こういった事務手続きも含めてですけど、僕はノートというプラットフォームで、毎週月曜日、だいたい6センチぐらいの割とボリュームのある短い電子書籍みたいなものをアップしておりますので、興味がある方は、そちら概要欄の上に URL 載っけておきますので、ぜひチェックしていただけたらというふうに思います。かなりマニアックな話にはね、なってくると思うので、これからトレーナーとして活動されようと思っている方だったり、ジムを開こうと思っている方、まあ、以外の方が見るとすごい退屈な内容になってしまうんですけれども、まあ、たまにこういう動画もお話できればなというふうに思っております。最後まで見ていただいてありがとうございました。こういう動画がいいねと思ったり、参考になったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いいたします。Instagram、オフィシャルウェブ、ノート、オンラインサロンなどのソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックをしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Giving you a taxi, flabby master, backseat turns in so classy. I always remember, time round November, never be adverse, but you took the ladder. Sure was still playing the right game, then I was lame, all of the sudden.